来週金曜日から値上げされるのは、メニューのおよそ7割にあたる80品目です。野菜たっぷりタンメンは570円から590円に、チャーハンは490円から510円に、餃子は270円から290円に値上げします。看板商品の中華そばは値上げせず、引き続き390円で提供します。